こんにちは、Gです。今回は新しい OS、Pop OS のお話。まだベータ版なんですが、話題のタイリングウィンドウをご紹介します。基本的には Ubuntu に Pop デスクトップを載せたもので、バージョンは最新版と同じ 21.10。早速インストールを試しましょう。画面のサイトからダウンロードできるんですが、ちょっと注意が必要。クリックではなく、右クリックでリンク先を別名で保存しないとうまくダウンロードできません。また、Chrome 系のブラウザをご利用の場合、安全にダウンロードできないとエラー表示され、継続を選ばないとダウンロードできません。ダウンロードできたらいつものようにエッチャーで SD に焼きます。SD をラズパイに挿して起動すると、最初はウェルカム、初期設定ウィンドウです。 NEXT ボタンをクリックすると、最初はキーボードの選択ですが、注意が必要。キーボードはジャパニーズを選んで NEXT ボタンをクリックしますが、反応が極端に遅い。何もしないで1分ほど待ちます。ただ待つしかありません。 Wi-Fi、 プライバシーはお好きに設定を。タイムゾーンは地図上をクリックして東京に。ユーザー名とパスワードを指定した後、Start Using Pop OS をクリックします。これで初期設定完了のはずですが、何も起きません。しかし、ぐっと我慢で30秒ほど放置すると、Welcome to Pop OS ウィンドウが開いて、別の設定になります。最初はドックのスタイルの指定です。私は右端を選びましたが、お好きにどうぞ。次はトップバーズの設定。変更なしで構いません。オープンスイッチアプリケーションの設定は標準のままでいいと思います。ジェスチャー設定はラズパイにはトラックパッドがないので無視。最後のアピアランスは背景を白かダークテーマが選べます。以上で設定完了なので、Start Using Pop OS をクリック。これ、ログアウトしただけなので、一度リスタートすることをお勧めします。4枚ほど焼いただけの経験ですが、トラブルがありましたので。少し前からテストしてるんですが、2週間ほど前には、ログイン画面右下に、ウェイランドと X11 の切り替えがありました。デフォルトがウェイランドで、キーボードなどでトラブルが多発。X11 に切り替えないと動作しませんでした。現行バージョンは X11 のみとなり、ウェイランドは選択できなくなっています。はじめに日本語の設定です。iBus モズクが標準でインストールされています。フォントや環境ファイルのみインストールすれば日本語が使えます。セッティングスを開き、リージョン&ランゲージをクリック。マネージインストールドランゲージをクリックすると、ランゲージサポートウィンドウが開きます。インストールリムーブランゲージズボタンをクリックしてジャパニーズを追加。インストールが終わったら、リージョナルフォーマットタブで日本語を選んでクローズします。データ更新のため、一度セッティングスアプリを終了し、再度起動し直します。
リージョン&ランゲージでランゲージをクリックして日本語を選択。リスタートボタンが表示されますのでリスタート。再起動時に標準フォルダ名の更新の案内がありますので更新するをクリック。メニューバーで言語を見てみると日本語、日本語、英語になってて感じ悪いですね。セッティングスのキーボードで日本語は削除しておきましょう。日本語の利用にはちょっと癖があります。言語切り替えはスーパーキープラススペース。日本語が選ばれていて、かつ入力モードをアにすると日本語入力になります。 iBus でなく Fitex も試したんですがうまく動作しませんでした。まあ情報不足なので設定が悪いのかベータだからなのか不明です。ちょっとご注意を。日本語大丈夫かということで設定を行いましたが、ベータ版では標準の iBus で日本語を使うとデスクトップが極端に遅くなる事象が何度かありました。それとキーボード設定は初期設定でジャパニーズにしましたが英語キーボード配列のままのようです。いくつかのキーは利用できない、または位置が異なります。念のため画面のコマンドでキーボードの確認と再設定も試しましたが現行版はキーマップに誤りがあるようです。次はオーバークロックです。基本的に Ubuntu なので従来の方法でオーバークロックできます。ターミナルで画面のようにタイプします。続いて画面の4行を文末に追記します。以上で設定は終わりです。ネオフェッチをインストールして設定を確認します。続いてブラウザーで動画再生を試します。音が出てないので、セッティングスのサウンドで入力デバイスを切り替えます。サウンドは問題ないですね。現在、ターミナル、セッティングスとブラウザーが立ち上がっています。システムモニターを起動。これで合計4つのアプリが起動していて、画面上で重なり合っています。PopOS の最大の特徴はタイリングウィンドウです。ちょっとダラダラしますが、ここからはタイリングの様子をご覧ください。画面右上のアイコンからタイリングウィンドウをオンにします。ご覧のように表示領域いっぱいにウィンドウが再配置されます。ウィンドウを移動させるとどこに配置するか淡い黄色の背景でガイドしてくれます。ウィンドウのギャップ部分を動かしてウィンドウの大きさを変えられます。Thank you.
ご覧のようにウィンドウを重ねてタブ化することもできます。ウィンドウの移動で入れ替えも簡単に行えます。移動内容に関わらず、常に表示領域いっぱいにウィンドウをタイリングしてくれるのがご理解いただけると思います。ウィンドウ移動をいろいろ試してみますのでご覧ください。スーパープラス Y キーでタイリングウィンドウをオンオフすることができます。またスーパーキーでウィンドウリストウィンドウが表示され、そこでもアクティブウィンドウを切り替えできます。 PopOS のタイリングいかがだったでしょうか？ベータ版とはいえ、完成度はかなり高いと思います。ただ日本語はいけてませんし、時折もっさりするので、導入予定されている方は少し様子を見た方が良いでしょう。ご覧いただきありがとうございました。先日のハロウィンは投票日と重なりました。公共会場が投票所になったため、イベントができない様子。でも家の前でコスプレした女の子がいました。ねずこのコスプレで竹筒加えてて、なかなかレベル高い。どこの会場でハロウィンやってるか聞いても、首を横に振るだけ。これは喋れないなぁと思ってわざといっぱい聞いてみました。コスプレの際には変な親父に気をつけましょう。ではまた次回。